おうん、おわんか。下には登録されてるよ。嘘です。おお、今日引きやばいね。あ、そう、のりちゃんのさ、配信で最近見たやつで、そののりちゃんになんか配信でなんか言われましたみたいなさ、なんかブー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 言われましたって言って、のりちゃんがそれ触れて、でそれに対してまたツイッターでなんか X でなんかやってたんですよ。3回目。余計なさ、そのこと言わなくてええやんみたいなね、なんかあるよね。どうせね、取り消すんやからね、おじさんなんやからな。おー、もう大人やからさ、もうそんな子供みたい、あ、ここ中身子供かもしれない。うらー、うわー、神保やすしかん。神引きすんなて。ああ、ああ、ああ、耐えましたよ、旦那様、耐えました。お、危ない、怖っ。に振りかざしていけ。え、ミミさん、こんばんはです。最悪。耐えた。この回、失敗しましたよ。最悪ってのもあんの。お風呂だる。これ、愚者だったらめっちゃうまいわ。みんな、これ何、これ最悪って、何これ、最悪って、運が悪かったね。翔平クリア来る。今までだったら打ってた。やりますね。愚者だったらすごいね。これ愚者だったら運良かったね。まあでもこれ愚者だったらめちゃくちゃうまいですね。ね、やった後に死体発見して最悪ってことで、もう翔平の率がめっちゃ高まりますね。まあでも入れます。はい。6番に入れます。これ、愚者だったらめっちゃうまいよ、これ。諦めんなよ。に、まあまあ、イケボ。お前、この間なんか誰やっけ？残念だよ。誰やっけ、なんか。お話聞きみたいに略さないで。なんか俺この間ね、なんか言われたよね、IKKOさんの声に似ててなんか耳が離れないみたいな言われた気がする。誰やっけ、ブーちゃんってやつだよね。そんなに、あ、俺高くなったらさ、やっぱなるよな。兄さん、 YouTube してる？ YouTube してるって何？ずっと喋ってて、ずっとは喋ってないですよ。ずっとは喋ってないや。ずっとは喋ってなくない？に、あ、にずっと喋っててってことか。え？なかったわ。まあいいや。え、どういうこと？あ、バンカーがおる。みんなバンカーおるわ。ビリビリしてますってこと。にずっと喋ってて、あ、そういうことか。にがずっと喋っててさーみたいな感じのさ、続きやるのかなと思ったわ。十秒笑い。こいつやるか。こいつ。ずっと喋っててほしいってこと。こいつやるか。こいつやるか。早くやりたい。やりたい、愛されたい、でも愛そうだしない。この間さ、なんやっけ、アクアタイムズ風に歌ってみたのやつ聞いたんやけど、めちゃくちゃ似てた。お前、次出たらやるよ、お前、次出たら。次出たらやるよ、こいつ。俺今連打するから、連打するから、みんな連打。いや、ダメだ、それ利敵になるからダメだ。いや、やる！怖い！おいそう笑い。おーい！十だ！十だ！やべえ！面白い。あ、みんなまたやってもうた。また旦那様を起点にして一気に死んだ。アピールが足りないんだよ、あいつ。アピール鍵しくさ。アピールが足りない。たけしはあんなんじゃない、アピールは。魔法が入れる扉の前で。ああ。
WW さんこんばんは、 R さんこんばんはです。カニャー笑い笑う草、これはだって可能性あるからね。八幡さんリスナーさんっぽいやんか。ねえ、あえて俺と当たってさ、で、あえて殺さなかった可能性もあるから、わかんないよ、これは。自分の命を守らなあかんから、そう。これで停電起きなければボクサーで、停電起きれば保安官だね。停電トイレでしたから、そこにいてモニターに様子見に行った感じ。八は初手に物置で見たぐらいかな。もう八死んだもんな。そうやね、その後ずっと扉におったもんな。草大草原。なんで騎士もすぐ6頭誰だっけ、もう一人電力いたと思う。もう1組くらい相打ちしてそうな人数辛い。6は無理だと思う。停電開けたら死体探してたらモニターに死体いっぱいあった。欲張ってきます。みんな3番いなかったよね。マスター、気のせいか。食堂停電で、食堂でぐるぐるして開けるまで心中してんじゃないわよ。俺が2番の8番は最初に死んだやつやろ。あれ、そうか、将兵を持ってったんだ。模倣が将兵を持ってって、あ、いいんかいいんか、オッケー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 。次ダブルキルで終わりだ。オッケー、ダブルキルじゃない、みんなもう一人いないやって。長兵を踏んだ人が いるんやって。そっか、模倣もあと一人やもんね。みっちゃまさんこんばんはです。ダークネスホールさんこんばんはです。仕事お疲れ様です。22時22分にやようこそやん、伝説にやん。そして旦那様の、みんな旦那様の番号見て2やで、すっごい。明日のラッキーナンバーみんな、はい、37です。まあ足音した感じ。ついたら負けるぞい。みんな1番さんのさ、チェックめっちゃ早ない？俺が生きてたら突っ込んでました。チャランピさんこんばんはです。オラクタスクやりに向かってた。1番さんのチェック早すぎておかしいよこれ。ポキキャに時々いる演じたがり見てるとはずいな。ラッキーナンバー32。ラッキーナンバーっていうことで、マジックナンバーやけ。ラッキーナンバーじゃないけど、マジックナンバー？あと、ミラクルナンバーはわからんけど、アメリカの選挙のよく270っていうこのワード出るんだけど、選挙のね。州で、その合計を争うやんか。で、その票がさ、合計で500、何番やっけ？ 538 やっけ？忘れたけど。で、270って過半数なんよ。で、270取った大統領、まあ、取った候補者がもうすでに、8角なんですよ。だから270という票をどっちが先取るか、はい、それをね、注目してくださいね。11月7日開票やけ、忘れたけど。10番が模倣やっけ。これで一周ぐるっと回ってきた。え！え！いや、3番配達がおる！やば！え、みんな10だったよね。あ、1やっけ。みんなこれ4番。こいつ気づいてるよ、こいつ。こいつ3気づいてる。みんなこいつ気づいてる、こいつ気づいてる、こいつ気づいてるよ、4番気づいてるよ。通報して飛ばさないんだ。あいつ人外だ、みんな人外人外。飛ばすよ、本来なら。うわぁ、早く逃げないとやられるよ。やばいやばいやばい、怖い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 。怖い怖い怖い、追われてる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 、怖い怖い怖い。気づいたら行かないと。人外や。うんこしか残ってない、うんこ。大統領選挙の投票日明日ですね。明日なんや、怖っ。アメリカの候補ってさ、まともなやついないんかよってみんな思うやんか。みんな思うやろ、トランプ？なんかさ、女性のスキャンダルとか、あと差別発言とか、白人主義とか言われるやんか。あれ、誰やっけ、みんな、ハマスやっけ、あいつ誰、ハマスは違うな。ハリス？あの女性。ハリスか。あの人も、まあ、急遽出たわけやんか。トランプちゃんは、
バイデンさんがもう老人すぎて、あ、やべ、あー、通報しないからだ。みんな通報しないってことはこの人は人外かな。うん。でなんかね、そのまともなやついないんかよってみんな絶対思ってるはず。ね、でまともなやつは大統領にならないんやって。で大統領に出てそういう風に注目浴びる人ってすでにその業界ではさ、もう有名なわけよ。わかる？だからその能力はもうすでに地位も能力も金もある人なんよ。わかる？で大統領ってめっちゃ大変やで。でそんならさ、他の授業で成功してるならわざわざ大統領しなくていいやんか、ね、だから優秀な人は大統領になってないよっていう、まあ、もちろんトランプさんもね、ハリスさんも優秀なんだろうけどね。でももっとすごいやつらはなってないんやって。トランプちゃんは戦地を生き延びてる、拳上げてる、弾持ちいないんか、うん、これもどうしようもないもんね。だってやれないでしょ、一番さんやれないでしょ、無理でしょ。やりますね。じゃないです。まああいつ鍵やったな。はい、五番さんが大泥棒か。俺保安官だったのにね、みんな、俺保安官だったのに。パン、チャンネル登録、こうやチャンネル登録、はい登録、高評価、高評価、登録&高評価、はー、登録ー。